はい、こんばんは。すいません、いつも仕事場から配信してるんですけれど、今日は、YouTube の方にですね、コメントの質問が来てたので、それの質問に対して早く答えたいので、自宅から配信させていただきます。で、その質問はですね、読み上げますと、幹也先生は新型コロナウイルスに対して必要以上に怖がるのは良くないと動画で言っていましたが、私はそれは間違っていると思います。たくさんの死者が出ているし、未知のウイルスなわけですから、怖がりすぎるぐらいがちょうど良いのではないでしょうか。という質問なんですけれど、まあよく同じような質問来るんですけれど、まあ僕の考えとしてはこれ間違っていると思います。怖がりすぎるのは良くなくて、やっぱりこの新型コロナウイルスっていう新しいウイルスを正しく勉強して、正しく認識して、正しく恐れると。で、正しい対処をする。やっぱりそれに尽きると思います。で、なぜなら、まあ、必要以上に未知のものに対して恐怖を感じると、まあ、大衆っていうのはその恐怖を感じたことによって、まあ、暴走してしまって、よからぬ方向に行動をとってしまうと。まあ、その結果、必要以上にたくさんの人が死んでしまうっていうことになります。このウイルスに関しては、必要以上に大衆が恐怖を感じると暴走することによって、その結果、本来助けられる人まで死んでしまう、大勢の人が死んでしまうっていうことが起きるわけです。なので、必要以上に恐怖を感じるのは絶対にダメだと思います。で、まあ、新型コロナウイルスで、まあ、今回世界中でたくさんの死者が出ていて、致死率が高い地域っていうのは、まあ、最初にウイルスが発生した武漢、あとは今だとイタリアとイランですね。で、この3つの地域って共通して言えるのは、全て医療崩壊してるんです。で、逆に日本とかアメリカとか、まだ医療崩壊していない国は、まあ、比較的死者がまだ少なくて、致死率も比較的低いんですね。あとは中国の湖北省以外の地域とか、あと韓国も、まあ、比較的コントロールができて、医療崩壊はしていない、レベルですね。韓国はやや崩壊気味かもわからないんですけれど、まあ、武漢とかイタリアに比べると、まだ医療崩壊はさほど進んでなくて、まあ、それによって比較的死者の数や致死率は低いわけです。で、まあ、必要以上に大衆が恐怖を感じるとですね、この未知のウイルスに対して恐怖が強すぎて自分もかかっているんじゃないかとか、自分だけは助かりたいって思って、やっぱり病院に駆け込んでしまうっていう行動を起こしかねないわけですね。で、実際にイタリアとか武漢とかはそれが起きてしまったわけです。で、まあ、本来は、まあ、病院があって、新型コロナの患者さんとか、まあ、熱がある患者さん、何の病気かわからない感染症っぽい患者さんが来たら、自宅で様子見て治る人は自宅にいてもらえばいいわけです。で、本当に新型コロナに感染している可能性があって、なおかつ80歳以上の高齢者の方とか、あるいは持病を持ってて免疫力が低い人なんかは、検査して入院させて、まあ、隔離するなりして正しい治療を行うっていうことをしないといけないんですけれど、いきなりたくさんの患者さんが恐怖を感じて病院に訪れると、まあ、病院のキャパを超えてしまってるわけですね。病院がのキャパを超えてる状態でたくさんの患者さんが訪れると、その人をやっぱり順番に診察してみないといけないわけなんですけれど、まあ、そのたくさんの患者さんの中には本来、全然病気もかかってなくて家でいればいいだけの人もたくさん含まれてるし、あるいは新型コロナに感染してる人もいるかもわからないけど、まあ、たくさん数がいるので全員を入院させることはできないので、まあ、軽い感冒症状程度の人なんかは入院させずに自宅で安静にしてれば治りますので、もともと体が健康な人は、そういう人なんかは自宅にいるべきなん
ですね。で、高齢者で持病を持っている人なんかは入院させて治療しないと死んでしまうので入院させて治療させてあげる必要があるんですけど、まあ、たくさんの方が訪れると順番に見ないといけないし、その中から重症の患者さんだけを早く選んで診察するとかなかなかできない状態なんですね。で、まだ初期の段階だと、軽症の新型コロナウイルス感染者は自宅待機でいいとか、まあ、そういう方針が取りづらいので軽症な人でも入院して隔離しないといけないわけですね。場合によっては軽症なのに ICU で治療するとかいう状況もあるので、そうするとまあベッドが埋まってしまって本当に治療をしないと助けられない人を入院させて治療させてあげることができないわけですね。そうすると本来助けられるはずの命がなくなってしまうと、それによって死者が増えて、致死率が高くなってしまうということが起きるわけです。で、特に運の悪いことにイタリアはその緊縮財政が、今回の騒ぎの前からありまして、まあ、それによって、まあ、イタリア全土の、病院の数を減らすとか病院の中の医療資源を削減するとか、まあ、人工呼吸器の数を減らすとか、そういう政策が行われてた真っ最中だったんですよね。その後だったんですよね。非常に運の悪いことに。なので余計に病院のキャパが小さくなってて、そこにたくさんの患者さんが訪れたので医療崩壊してたくさんの死者が出てきてしまったっていうわけです。もしイタリアでも武漢でも患者さんがこのウイルスを必要以上に恐れてなくて正しく認識してて、年齢が比較的若くて体が丈夫な人は仮にこのウイルスに感染していても家で安静にしていれば風邪程度の症状で治ってしまうと、そんなに恐れることはないと。高齢者で持病を持っている重病の人だけ入院して治療する必要があるんだっていうことが分かっていればこんな医療崩壊って起きなかったし、こんなにたくさんの死者が出るってことはなかったと思うんですね。で、やっぱりなんでこんだけ死者が出たかっていうと、必要以上に大衆がこのウイルスに対して恐れすぎたからなんです。なので最初に言ったようにこのウイルスに対して必要以上に恐れすぎる、怖がりすぎるぐらいがちょうどいいというのはね、大きな間違いなんです。怖がりすぎることによってかえってたくさんの死者が出てしまうということになるんです。正しく恐れることによって助けられる命は助けられるし、体が元気な人で感染した人は家で待機していればいいとか、そういう方針を出して国民をそれに従わせるっていうことができるわけです。で、実際に日本でも、日本はまだ医療崩壊までのそういうパニックは起きてないですけれど、まあマスク不足とかトイレットペーパー不足とかあの現象を見れば、まあ日本国民も世界中の国民と同じように必要以上に恐怖を感じてしまえば自分だけは得をしようと、そういう行動に走って、まあ、暴走して物が足りなくなったりとか、そういうことが起きるわけですね。で、前にも動画でお話ししましたけれど、まあ、こういうのを合成の誤謬って言うんですね。まあ、一般大衆っていうのは必要以上に恐怖を感じると自分だけは助かろう、自分だけは得をしようと思って行動に走ってしまって、まあ、間違った行動に走ってしまうわけですね。そうすると本来トイレットペーパーなんて全く不足する理由なんてないのに、自分だけは買い占めようと思ってドラッグストアに行って買い占めると実際にトイレットペーパーがなくなってしまうと。で、誰も買うことができないと。自分だけが得をしようとしてみんなが同じ行動を取ることによって、まあ、結果としてみんなが損をしてしまって自分自身も損をするっていう、そういう愚かな行動に走ってしまうものなんです、大衆っていうのは。マスク不足も本来はマスクっていうのは本当に必要な医療従事者の人とか本当に感染症に感染してマスクをする必要がある人だけしてればいいのに、自分の体が健康で何の感染症にもかかってないのに自分だけはマスクを得ようとしてドラッグストアに行って買い占めたりとか、逆にその買い占めたのを転売しようとか愚かな行動に走ってしまうわけです。まあ、その結果、本当にマスクを必要としている医療従事者のところとか、
介護をしている人たちのところに行かなくなってしまう。これも同じように合成の誤病が起きてしまったわけで、医療崩壊も合成の誤病の結果を起きることなんですね。あとは必要以上にこのウイルスを恐れすぎることによって、必要以上に死者が出てしまう原因、もう一つあります。それはね、経済に関するもので、必要以上に国民みんながこのウイルスを恐れすぎてしまうと、まあ、今の日本と同じように、今の日本でもそうなんですけれど、経済の自粛ムードが過熱してしまうわけですね。何をやってもよくないと、みんなが集まってご飯食べるのもよくない、まあ、確かにしない方が感染は拡大しないんですけど、それがあまり過度になってしまうとよくないわけですね。まあ、その結果、人が集まって仕事するのもできないし、物が売れないし、飲食店もすごく困ってしまうし、まあ、日本全体の経済が疲弊してしまうわけですね。で、実際にその中小企業とか飲食店とか、そういう体力のない企業会社はもう内部留保とかもないので、お金が足りなくて資金繰り困って、会社自体が倒産してしまうわけですね。で、当然それによって失業者も大量に溢れてしまうわけですね。そうすると必然的に自殺する人っていうのは増えるわけです。だいたい日本っていうのは毎年自殺する人が2万人ぐらいいるわけで、まあ、新型コロナで日本での死者なんかよりもはるかに多くの人が毎年自殺で死んでるわけなんですけれど、経済が疲弊した時っていうのは男性の、自殺する人がものすごく増えます。で、実際にバブルの時とかリーマンショックの時なんかは、自殺する人が、増えています。リーマンショックなんかは世界中で自殺する人の数が増えたっていう、記録が残っています。結局会社が倒産すると、会社の経営者で責任感の強い人なんかは、まあ、社員の首も切らないといけないし、給料も払うこともできないし、自分が築き上げてきたこの会社を畳まないといけない、で、借金で首が回らないっていう状態になるとですね、追い詰められて追い詰められて、うつ病になって自殺するっていう人はね、やっぱりたくさんいらっしゃるんですね。あとは、失業者の人も、お金を得ることができない、満足に食べていくこともできないと、家族を養うこともできないっていう状況に追い込まれて貧困になると、やっぱり貧困が原因で追い詰められて自殺するっていう人も増えてしまうわけです、この不景気の状態では。なので、必要以上にこのウイルスを恐れすぎて、経済が疲弊していって、会社が倒産して失業者が増えてしまえば、自殺する人が必ずものすごい数で増えますので、毎年2万人の自殺する人がそれよりもはるかに多く増えてしまうことになりますので、まあ、必要以上に恐れるという人場合は、経済を疲弊させて自殺する人を増やすっていう要因にもなるわけです。なので、このウイルスを必要以上に恐れるっていうのは、僕は絶対にやってはいけないことだと思います。確かにこのウイルスによって日本国内でも死者は出ていますが、必要以上に恐れることによって、コロナウイルスで死ぬ人よりも、はるかに本来死ぬはずのなかった人まで死者の数を増やしてしまうことになるので、必要以上に恐れるっていうのは絶対に良くないと僕は思っています。はい、じゃあ以上です。